でオファーが来るんですか。役いただけるのはやっぱアホ系が多い。結果そうなっちゃうってことですか。無茶ぶりなんですけど、はい、こういう感じの声出せるよみたいなのちょっと見たいなと思ってますけど、じゃあアホっぽい感じで会話だったらできるかもしれないんですけど、あ、はい、ちょっと僕とやるといいですか。あ、はい、その中でちょっと見せてもらっていいですか。はい、今日何時に起きたんですか。今日は8時前には起きましたね。朝起きて何やったんですか。朝起きて顔洗って歯磨いてご飯食べて、でも待ち合わせ